フィオナ君、なぜここに？こんにちは、先生。次の出勤の時でよかったのに。いえ、買い物のついでですし、玉ねぎが安かったので。あ、エビだ。先生には言ってませんでしたが、私はエビアレルギーです。私、肝心のジャガイモを買い忘れてました。この辺でおいとまさせていただきます。先輩と私の二人で当たるようにと、ハンドラーが。おい。今日が雨でよかった。お前。私たちはスパイだから。大好きな先輩に、そう教わったから。